はい、今ですねイタリアのボローナにいます。ボローナね。で本日2014年の8月の27日、水曜日でございます。本日ねこちらの列車に乗ってね、フレッチャロッサというイタリアが誇る高速列車に乗って、イタリア南部のねナポリから、ね、こちら、北部のボローナまで来ました。フレッチャロッサということで250キロとか160キロぐらい出る、高速列車です。で3時間30分ですねでかけてきたんですけどね、ほぼ2時に出て、こちらボローナ到着が17時35分です。でこのフレッチャロッサ乗ってきたんですけどね、なかなか快適でございました。ただまあボローナ到着するときにね、その前のフィレンツェだと英語でね、言ってくれてたんですけどね、なんかいきなり到着した感じで英語の案内もなくてね、びっくりしました。やべ、降りなくて。まあ大体の時間分かってたんで、大体まあここがボローナだと分かったんですけどね。でこのフレッチャロッサ、実際ナポリからミラノまで行くものです。かなり長い長距離のね移動の高速列車なんですけどね、今いるのがこうボローナの駅です。地下ですかね、到着したところがなかなか素晴らしい、ね、